皆さんおはようございます。今日は8月2日今朝の5時51分です。1時間ほどね、遅くなってしまいました。寝坊したんで左遷おまけにですね、朝から猫がね、あっちこっちにおしっこしてまして、その片付けと、それから今ね、2匹ちょっと病気、猫が病気でして、お薬をね、ちょっとやるのに今朝は手こずってしまいまして、なかなかね、お薬を食べてくれなくて、薬だけ残すってうまく残しますね。猫もさすがですね、美味しくないものはわかるんですね。まあそういう場合はね、無理やり口に入れなきゃいけないんですけど、まあ1匹はね、簡単に入れられるんですけど、もう1匹はそういうふうにいかないんですね。もう5年以上面倒見てるんですけど、全然懐かない。まあ少しはね、懐いてるんですけど、全く体にはね、触らせませんから。まあ餌食べてる時にちょっと触れるくらいですかね。まあ5年一緒にいるんですけどね、まあ6匹も7匹もいるといろんな猫がいまして、まあ人間もそうかもしれませんけれど、まあ猫同士仲悪い猫もいますしね。まあなかなかね大変です。今朝はね、まあ暖かいですね。風がちょっと生暖かい南風ですので、今日はおそらくね、昼間は涼しくないと思いますよ。かなりもうなんかそんな朝ですね。朝日はね、実は部屋からは見えたんですけれど、すごい綺麗な朝日が昇りました。まだここにはね、日差しは届いてないんですけど、ちょうど影に、山陰というか、こう丘の影になってるんでね、もう太陽は昇ってます。かなりこう夏のね、ギラギラした太陽ですね。今日はなかなか、今日はちょっとね、エアコン入れるようになっちゃうんでしょうね。今ね、ヒートアイランドとか殺人的な暑さとか、まあいろいろ言ってて、まあ私が若い時、まあ都心はね、今年はまだ行ってないんですけど、去年ね、真夏の都心に行ってね、まあ暑かったの覚えてるんですけど、俺が東京で暮らした頃こんな暑かったかなと思って、で今年はそれよりさらに暑いわけでしょ。でね、エアコンって熱を交換するんですけど、まあ、ヒートポンプって言って、だから、まあ、フロンガスとかそういう冷媒を使って熱を吸収して、部屋の中は冷やすんですね。で外にその吸収した熱を逃がすんですよね。例えば皆さん車に乗っててね、車の中はエアコンが効いてると涼しいじゃないですか。でも車の外はモワーンってしますよね。まあ、ファンとか、ファンベルトがついてて、まあ、ファンを回してて、もちろんエンジンの熱もありますけれど、まあヒートポンプ、コンデンサーですね、それでやっぱり熱を逃がしている時の風が来たらね、つまり車の中は涼しいんだけど、外は余計暑くなっちゃうんですよね。で東京とか、まあ、都会、まあ大阪とかね、それ以外のところでも人がたくさん住んでて、狭い場所にたくさんの人が密集している場所では、もう各部屋にエアコンがあって、ビルなんかも各部屋にっていうのも全館冷房してますよね。冬は暖房ですけど、だからあれだけの人口密集地でものすごい数のエアコンがあって、それが全部部屋の中は涼しいんですよ。だけど外は余計暑いわけですよね。だって中の涼しいってことは、その分の熱をどっかに逃がしてるんだから、だから異常気象とか地球温暖化っていう前に、それ暑くなりますよね、東京とかね、東海は。だから部屋の中は涼しいけど部屋の外は暑い、まあ、冬ももちろんこの逆のことが起きるんですよね。部屋の中は暖かいけど部屋の外は寒いっていう。だからこれからはどんどんね、特に都会は夏は暑いし冬は寒いっていう、そういうふうな、まあ気候変動になっていくんじゃないですかね、とは思います。まあ、地球温暖化だったら夏も冬も暑くなきゃいけないんですけど、どうもそんな気がするんですけどね、どうなんでしょうかね。
ただまあもう私はああいう暑いそのヒートアイランドって言いますけれど、そこで暮らすのはもう嫌ですね。できれば、去年ねちょうど今頃の時期に東京をね歩く電車に乗ってね、そういう機会があったんですけど、なんだこの暑さはって、まあこっちも暑いんですけど全然違うんですよね。まあもちろん人口密度が低くて、まあ周りは畑ですからね、畑にエアコンはないですからね、自然のね風が吹いてます。ですから木陰は涼しい。でも東京なんかはね、それ都会は木陰でもバカみたいに暑いですよね。まあ都会でお暮らしの方は大変だと思います。でも私も若い時は都会で暮らしてましたけど、ただ私の若い時はエアコンもなかったですしね、まあやはりその日陰は涼しかったですよ。昨今はどうなんでしょうね、皆さん今日もね涼しくない一日になりそうですけれど、お仕事戸外で屋外でねお仕事されたりレジャーとかに出かけられる方、皆さんお気をつけください。今日はそんな話でしたいやでも本当ね、涼しくないですよ。でも今ね風は今日はちょっと生暖かいんですけど、まだ日は当たってきてませんから、ここは今はまあまあ快適ですよ皆さんにねその気分だけでもシェアできればと思いますけれど、あれ昨日昨日ここのなんか佐賀かね、海に笹とか竹が流れてるなと思ったら、ここおしょろ流しっていうねあの行事があるんですけど、昨日やったのかな、子供たちがねあのなんですかね、その藁とか竹で作った笹で作ったねその船を引っ張って、そういう行事があるんですけど、昨日やったのかな、なんか今その辺なんかね汚いなとゴミがって思ったら、それの残骸かな、あのちょっとね最後に貼っておきますね。おしょろ流しっていう、イベントがありまして、それの動画を上げてあったと思います。この辺の地元のね行事なんです。もう今年もやったのかな、ちょっと撮影来れなかったですね、すいません、ね、今日は木曜日ですか。お仕事の方はじゃあ元気にいってらっしゃい、お休みの方はね水の事故とかあと暑さにお気をつけて、良い一日を。それでは皆さんチャオ。この後ねそのおしょろ流しの動画貼っておきます。
Thank you.